眉毛動かしてるよ。あつまのトラックが来てます。じゃあ悪魔のトラック。俺は買わないっすから。あー出た、買わない買わない詐欺っすね。いや買わないっす、買わないっす。いやこれあんまなんか見れないと思うんでね、ちょっと見てますかね。お邪魔しまーす。今日は1個買うものがあって僕入ってきてるんで。売るものがあって持ってきたんです。ああ、ありがとうございます。売るものがあってですか。できれば社長さんの笑顔を見たいという。あらららららら、あ、長いっすね。これが使えるんですよ、実は。これ使えるんですか。使えるんですよ。え、これ何分の83ですよね。はい、今おすすめです、これ。ほんとっすか。はい、今83のこんぐらいのティールグリーン持ってるんですよ。はい、使えるっすか。使えるっす、間違いないです。間違いないっすか。間違いない。間違いないんだったらもう買います。ちょろいなちょろいっすよ。違うんすよ、色なんですよ。もう新しくて。そうなんですね。新しく出たんですか。最近です、ね。へえ。このジョイントを強くした逆バージョンになってる。ああ、はい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 。同じ80ギガですから。そしてこっからこう Y の字でしょ。はい。これ、はい、こっちから Y の字になってる、うんうん。この方が強いんですね。強いです。まあ見てわかるじゃないですか。この合成感が、うん。違いますよね。ここは全然違う。なるほど。このシャフトの部分も太いですから。なるほど。分かるやつに分かるやつですね。分かるやつです。ちなみにお値段、ちなみに。25,100円。まあ全国同じ値段。全国同じなんで、はい、すいません、買いまーす。お願いしまーす。あとあれが欲しかったんですよ、前回ちょうど帰っちゃって。その後六角舐めちゃったんで、舐めた時に使うやつ。そうです、これです。これです。回す方向に食い込みできてるんですよね、うんうん。左に回すとどん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 引っかかるように。はい、俺あの時買っとけばよかったって後悔したんで、多分また使うんで。次の日くらいでしたもんね。そうです、そうです。じゃあこれもお願いいたします。嬉しいな。私も嬉しいですね。おすすめありますか。渋一のあの前買ったやつがもう一個欲しいんですよ。これめちゃくちゃいいです。こっちの方が多分俺使えると思うんですよね。まあ、結構トルクあるやつは8分の3でいっちゃうんで。あ、じゃあこれとこれで、はい、早増し。早増し絶対いるっす。じゃあ早増しもう一個ください。スナポンのこれマジで使いやすいっすよね。使いやすい。いいんだ、ペイペイが払ってくれるんで。ペイペイ。本当お金使って気にならなくて最高っすね、あれは。最高っす、最高っす。いいのあるんですよ、これ安いんですよ。ほらバッテリー使い回しできるんですよね。これはやっぱ一番おすすめですね。それこれはもうマジでこれ仕込んだんです。これないとダメですね。これ仕事じゃない人でもいいんじゃないですか。いやマジでいいと思うっす。でも他の工具に比べたら安いっすよね。安いっすよね。4万電動なのに5000円とかだっけ。ギリギリタイヤ緩められるっす。あギリギリ。一番のおすすめのあのヘラ、ヘラ薄いやつ。薄いやつ、今完売ですね。あ、あれ完売なんですか。完売。あれめちゃくちゃいいっす、ね、あれはね、車屋さん、バイク屋さん関係なく誰でもあれは売って大丈夫ですね。あれそうですね、はい、売って大丈夫とか買って大丈夫。買って大丈夫。しかも2700いくらですから、うん、あれはね、押し売りしても大丈夫ですね。あれもう一個欲しいですもん。だって両方でやると調子いいですよ。そうですよね。個人的にはこれが一番好きっす。渋一のスイベル。スイベル。これに早回しと、うん、半差しだとフリーになって。あ、これですよね。このセットがマジで使えるんす。これはやばいっす。超おすすめ。山ちゃんおすすめ。おすすめです。ちなみに、はい、これ今お値段いくらいってますか。はい、ここはね、入っちゃいけないトラックなんです。悪魔ですからね。悪魔のトラックですから。まあ、今回これが欲しかったんでね。これぶっ壊さないときは使っちゃダメですよね。使えなくはないけど、舐め気味のとき力入れてくと多分奥に入ってっちゃう。取るときにちょっと逆に今度は回さないと取れる。うん、こういう感じでやらないとダメです、はい、ここぞという時にね。俺スナッポンのソケットより俺こっちが好きなんですよ。後見のこっちです。これめちゃくちゃいいんす。今までボルト落とさないっつってこういう磁石系、磁石あるじゃないですか、うん、けど板金やって砂鉄多いじゃないですか。すごいですよね。結局この中に砂鉄くっついちゃって、だからこっちの方がいいっす。それはそれでたまに言われる。うん、ああ、じゃあ渋一のセットも欲しいんすよ。ソケットソケットのセットが欲しいんすよね。あとこれもティールグリーン。
ーすごく安い。嘘っす。これはロングラチェット、これがちょっとかなり安い。これは、うん、ね、これないといくらになるんですか。それないと2万円。2万円は難しいですね。2万、まあ2000円くらいで出せます。あ、なるほど、はい、あ、12画。あ、いいっすね。人生でやると1日ぐらい変わりますからね。最近ちょっと思ったっす。あ、2秒損してると思って。12ミリくらいまでのでいいんですよね。そしたら安くないんですか。道具屋さんとして、はい、やっぱり一応セットのものは持ってった方がいいですよ。クリさん言うなら間違いないです。間違いない。わかりました。わかりました。ありがとうございます。もう、はい、僕は他見ないことにするんで今日は。いっぱいあるっすよ。もう買わないっすね。もう買うもんないっす。ケースナップは欲しいですよね。あ、そうなんですか。結局走行会これ1個持ってっても。あー、これでも8分の3だよ。大丈夫なんですか。これで最大350ぐらい取れるんですよ。後ろの方でボタンがあって、はい、最大トルクの調整ができるんですよ。すごい。だから100ニュートンいかない値と、あといくつだったかな、3段階に分かれて、だからバカ握りしてもホイールナットは締まりきらないんですよ。あれ、買いじゃないですか先生、走行会で。あ、これ多分高いですよね。まあ、9万いくらになる。あ、すごい。バッテリー2個ついて。それはそうですね。ちょっとこのバッテリーを使った他のライトとか、最近ではタイヤの空気入れるやつも。すごい。こっちのバッテリーじゃ使えないんですか。それは使えないです。あ、なるほど。まあ、うまく皆さん買っていただけるようにできてる。できてますね。話がうまい。使えるやつです。使えるやつ、ね、これマジで使えるやつ。八つ墓村って言われるやつじゃないですか、はい、これ新しいの出たらしいっすよ。こっち何が違うんですか。これはこれすげえんすよ。おー、取れるっす。左右別体で、はい、だけど好みっすよね。結局これ頭につけるとこう下がってっちゃうんすよね。新しいのこうやって。なるほどね。うん、だからどっちがいいのかなって話ですよね。これキャップしながらだといいらしいですね。ああ、はい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 。これあと僕ね、多分なくしちゃうんすよ。絶対先っちょ1個なくしちゃうって。あれ、もう結局これで使うことになるじゃないですか。意味ね。あ、インパクトドライバーだ。ん、これインパクトっすよね。ああ、そうっすね。2分の1。すごっ。これちょっと欲しいんすよね。これいいっすよ。これの3本セットがあるんですよ。もうまたセットきた。Z すぐセット出すんすよ。なんかもうちょっと角度あったらいいなっていうと結構あるんすよね。こじるやつっすか。そう、たまにあるっす。たまにあるっすよね。ほんとにたまにっすけどね。これはな、1本かな。角度が変わる、ね、そう、いいっすね。視点が変えられるとすごいいいな。こじってまだこじきれない時に、うん、もう1回さっきの場所に戻っていい、さらにこじって、いいいい、まだダメならもう一回こっちこう戻ってくっと、いい。何回もできるっていうか。でもこれ高いんですよね。この長い方で1万6000円ぐらいですね。マジか。セットだと3万数千円。そうなんですね。でこのギアはオーバーホールキットあるので、それで直ります。なるほど。これあのミッションとエンジンのこう、はい、FR 車でこう、はい、切り離すときにこう横でこうできるから、ね、要はこうできないときってあるじゃないですか、うんうん、そうっすね、こうやりたいんだけど、うん、的にダメだからって言って、これでまあいい、ちょっとなんかやめようかな。こうやったりこうやったりして、これが欲しくなってきた。フロアトンネルの上側とかこれこじれるんですよ。結構欲しい時あったんですよ最近も。これいいな。まあ、この小さいのはいまいちだけどね、うん、これもあの申し訳ないけど押し売りしても絶対に返品が来ないという、ね、押し売りしても押し売りしても大丈夫です。なるほど。全員が気に入ってますから。いや、そうなんすよ。まあ、ペイペイっていうあの数字を押すのは5桁は変わらないんで。そうっすよね。順番がちょっと違いますけど6桁にならないですよね。6桁にならないですね。有効と思ったものを買った方が体のためにいいかなと思います。ちくしょーちくしょー。じゃあこれ欲しいな。全部無駄買いはないですよこれ今日の。今まで無駄買いあった。無駄買いはないですね。一番無駄なのこれっす多分。いや、これはもうこの色で、あ、テンションがやっぱそうっすですよね。はい、大事ですね。もう今日うちを出る時にこれしか頭なかったですけど。
斉藤さんの喜ぶ顔だけが私のこう。ありがとうございます。本当にありがとうございます。その瞬間のために私来たんですか。完全にやられてんじゃないですか。やられてされたらもう私もう二度と来ないですから。まあこれデモ機でそこにくっついたからちょっとね。ちょっとしますよ。工具どうせね傷つくんで。そこは全く考えてないです。関係ないです。桁越えまであと6,500円。はい。やば。桁超えたら何かいいことあるんですか。まあ私があのニコニコする。ああそうなんですね。マスク越しに。今回はやめておきましょう。わかりました。お願いします。はい。ありがとうございます。もうしばらくここのトラックに入ることはないと思うんで。いやー素晴らしい。これはね、欲しくなっちゃうんですよこうやって。ずるいっすよねこういう見せ方が。だって男の子こんなん嫌いな人いないっすもん。いないっすよ、はい、じゃあお会計してきまーす。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。お願いします。どうも、はい、ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。かっこいいなこの車。今回は完全にギリギリ致命傷じゃなくて致命傷でした。ほぼ死にましたね。はい。